はい、えー、12月22日、朝5時の相場解説になります。今週は講義付きでお届けしていたんですけども、いかがですかレンジの取り方、わかりました。で、昨日レンジを、まあ、ほぼ確定したんですけども、あれからですね、またね、下落の方向に向かって、レンジの過程のダウンラインですね、こちらの方を割っていきましたよね。この時はどうするのってことなんですけども、切りがないので、えー、一旦ね、このレンジと決めたら、そのレンジを基準にやっていきます。で、もしね、 これであまりにもうまく距離が取れないようでしたら、これはね、改めて引き直さなくてはなりませんけども、一旦ここで確定です。やっぱりね、一週間ごとに、えー、こう、レンジってものを見ていったり、トレンドを見ていきますんで、えー、キリがなくてね、追っ,て追っかけてばっかりいるとエントリータイミング逃,逃しますんで、やっぱどっかでね、キリをつけないといけないかなってございます。ですんで、今日12月22日は、すでに昨日までで固めたレンジで勝負していくことになると思います。その辺も合わせて今日はね、解説していきます。講義の3つ目です。どうぞ。 はい、えー、デイリーなんですけども、デイリーをね、またおさらいしていきますよ。トレンド転換、ここにありますんで、えー、上昇していった流れがここで変わって、下落に向かい、向かったと思ったら今度横ばいの方にね、向かっていきましたよね。で、横ばいに向かったものがブレイクして、上の方にグッと行ってですね。で、組み上げて、さらに上昇と。エリオット波動みたいな形を取ったわけですけども、上昇がいつまでも続くわけはなく、こちらの方で調整に入りました。 いわゆる、変われすぎの、おー、あと、利が進んだわけですよね。で、ロスカットがたくさん出るってことはありませんけども、ここでもみ合いになってるってことは、いい感じで力がきっ抗してるんじゃないかなと思います。だから、レンジに入るわけなんですよね。で、レンジを破った後、どちらにブレイクするかってことなんですが、その辺をこれから見極めていくことになります。じゃあ、4時間です。ちょっとね、今週の講義は結構ね、いいこと言ってますよ。<laughs> <laughs> で、こう、ぐーっと上がってきたのがね、ここでボックスを書いて、そのボックスを飛び出して、また上の方に上がって、まあ、ここでもボックスをちょっと書いてるんですけども、一応つけておきましょうか。で、上に上がって、またさらにここでボックスを作りましたよね。で、私が申し上げたのは、昨日から今日にかけてここが飛び出したでしょ。で、そうすると、またね、レンジをこういうふうに伸ばすような発想になりそうなんですけども、これしないんですよ。もうここで終わりなんですよ。 ですんで、えー、昨日はね、ロスカットを食らっちゃった方もいるかもしれませんけども、また上昇して、えっと0性が、陽線がですね、ボックスの中に戻ったでしょ。だからこっから、買いで入って、売りで取りに行かないといけないんですよね。こういう風に。あ、買いで取りに行かないといけないんですよね。うん。あとまたレンジに戻りますんで、これを横に引き伸ばすだけです。そのレンジの間でもね、こういう風に飛び出した戻るやつがたまにあるわけなんですよ。うん、これはだから、 あ6割勝って4割負けるのうちの4だと思ってくださいこれを常に忘れないことですよ4対6を常に忘れないことです、はい、で拡大すると1時間はこういうふうになります上の上程と下程が引かれてますよねで最初はこことここでやってたんですけどもここが大きくなったんでここを組み入れて上程と下程を決めたってことなんですよまあですんでここに入ったらね倍で入った人いると思うんですよそれ正解ですからね倍で入っていいんですよ 結果ロスカットですよ。結果ロスカットなんだけども、このレンジの引き方が間違ったと思うと、間違いに間違いを重ねることになりますので、ここで確定して決めたんですよ。で、下に潜ったものが、本来だったらここでね、ブレイクしたんで、セルに入るところですよ。でもそこでまたね、ロスカット食らうじゃないですか。逆撃してくるわけですから。これはどういうことかっていうと、レンジの中で収まろうとしてるわけなんですよ。そういうふうに解釈した方が、あこのレンジ戦略は一貫して、自分の力になっていくっていうことです。わかります だから、ここで今、倍に入っている状態が正しいですよ。こっちの方に向かうことを予見してね。で、セルに向かって、多分ね、ここがね、ダウントレンドになったらなったで、もうちょっと後で確かめればいいわけですよ。ね、セルになって、また上がってきて、跳ね返って下に行くよだったら、これはダウントレンドがわかるわけじゃないですか。だから、これも6対4の4を使ってると思ってください。ただし、多くの場合、こちらに上昇して、結局レンジに戻るわけですよ。だから、勝率が6割の方、ということになるんですよね。 これを忘れないようにしていきましょう。はい。えー、ということなんで、今日はここから倍に入って、レンジ戦略をあくまでも、研修していこうかと思います。で、今週これで終わりになりますんで、来週ですね、このレンジがどこまで持つかなんですよ。ね。見て、見えてきたでしょ結構ね。だから今週のこの講義、講義付きの相場解説はかなり重要ですんでね、皆様のお腹の中にしっかり入れといてください。えー、で、来週から最終週が始まります。この勝負はね、かなり、 かなり取れますよ。ね。この流れだとかなり取ります。というのが、きちんと戦略が練れてるからなんですよ。仮に取れなくても、この戦略のどこが間違ったのか、どういうふうに進めていけばいいのか、えー、間違えてなくて、たまたま負けただけなのか、6対4の4を引いてるだけなのか、この辺が分かってくると思います。一週間、来週もよろしくお願いします。それでは、今週もお疲れ様でした。